皆様ごきげんようチューリリップリンセスですちょっと美食所ご飯の方がまた滞ってたのでまとめてバンバン取っちゃってますこちらはですね懐かしのあのー、結構最初の方かな一番最初にやった森高のねコスプレの時のスクショですこんな感じで頑張ってやってましたね懐かしいですね はい。えっと、昨日の、えっと、朝ごはんですね。朝ごはんなんですけれども、えっとね、私久しぶりにあの、実はあの、お雑煮を作ってみたんですね。あの、一応ね、チューリップレンシス家のお雑煮っていうのがあって、あの、ちょっとね、思い出しながらやってたんですけれども、ちょっとね、あの、久しぶりすぎてなんかどんなだったっけと思って、味がちょっとね、バッチリ決まんなくってですね、 少し何回か手直ししたら、まあ、美味しくなったかなっていう感じなんですけども、決まった時は本当にもっともっと美味しいんですね。なのでまたちょっと再チャレンジしたいなと思うんですけれども、本当はね、これね、つ葉なんですん。なんかそもそもレシピが違うのでね、本当はね、つ葉なんだけどつ葉がなかったので小松菜にしちゃったんですね。それと、あの、鶏ささみをですね、あの甘辛く煮るんです。酒、醤油、みりんみたいな感じで。 その甘く煮た鶏ささみと、本当は三つ葉と、そしておもち焼いたお餅ね、焼いてから入れるんですね。お餅と、あの、お出汁はどうだったかなと思って、なんかやっぱりかつお出汁みたいな感じで、ちょっとお醤油とかを混ぜるのかな、なんかちょっと味を少しつけるんだと思うんですけども、それがちょっとよく思い出せなくてですね。で、それにね、黒豆を入れるんです。なんか黒豆はね、後乗せかもしれないし、食べる直前にちょっと入れるのか、 どうかそんな感じなんですけれども、黒豆ととにかくね。あとね、ゆずの皮なんです。黒豆と柚子の皮と三つ葉とあとその甘辛く煮た。あのー、ささみっていう感じなんですね。で、お餅で。これ決まった時はね。本当に美味しくってであのね。最後に焼き海苔を。 ああののババラバラにこうして乗せるんですねこう手でバラバラにちぎった焼き海苔をバッて乗せてそのもうねすごい黄金比率ですごい美味しいんです焼き海苔とこのさっき言った組み合わせが。っていう感じなんですけれどもちょっとまたあのやってみますね。でこんな感じこれあのでも焼き海苔乗せちゃったらもうあの全部見えなくなっちゃうのでこれ乗せる前なんですけどで今回はねあの 本当はそのうちのレシピはあのー、焼き海苔なんですけれどもあの餅海苔っていうのをやっぱ食べてみたくてですねあのー、餅海苔をこうかけたので、まあ、これもまたちょっとレシピと変わっちゃったんですけれどもあのー、乗せてみましたこんな感じですなのでねちょっとねおだしもねちょっと薄くなりすぎちゃったりとかねなので何回か手直しをしてでお餅はねあのよもぎ餅があったのでよもぎ餅と あの、玄米餅でやりました。っていう感じですね。こんな感じで。でも、まあ、何回かちょっとね、少しね、お出汁を調整したら、まあ美味しくなったんですけども、今回、今度もうちょっと美味しく作れるようにします。あのね、本当はね、あの、そう、美食女様のね、あの、おのりと、このおのりですよね。こんな感じのおのりですよね、多分。こんな感じの餅のりと、普通のあの、もう本当に、 焼いたお餅なのかなもう本当シンプルなお雑煮あれもすごい食べてみたくてですねあの今回なんかちょっとなんか混ざった感じになっちゃったのでそのレシピと何 <laughs> かわかちょっとあのカオスになっちゃったんですけれども今度ねその美食女様の本当にシンプルな鰹だしとお餅とこのなんかあの餅のりみたいなのをやってみたいなと思っててでも多分ね私が作ったらそんなにうまくできるかわからないので。 本当にねあの多分ね食べさせていただきたいぐらいなんですけどもそしたらすごい美味しいだろうなと思ってねでもまあちょっとあの頑張ってやってみますねちょっとうまく作れる自信が全然ないんですけどもなんかそのシンプルなねお雑煮もいただいてみたいなって思ってますでもこうチューリップリンセス家のもやっぱ再現したいのでちょっとそれはそれであのまた別々にもう一回ずつチャレンジしてみたいなって思っています。 これだけだと、あの、全然ね、あの、お野菜がないので、こちらね、またブロッコリー攻めですね。ブロッコリーとツナと、あの、トマトとキャベツの蒸し煮です。ホットクックの。はい、そんな感じでした。ありがとうございました。